が重すぎて無理だ。RV パークあれかな。設営完成です。今日はねフラップつけてみました。フラップじゃないかね、幕内はこんな感じです。ユニフレームのテーブルにいつものコンテナ、キャプテンスタックの2段の木のラックで、今日はコットなしでロゴスのインフレーターマットの上に寝袋置いてます。寒いと嫌なので一応念のため電気毛布置いてます。うん、こんな感じ。なんかね芝生のねゴミがいっぱいね入ってきてる。なんかコットがなくってアルパカもなかったらなんかねソロティピーがすごく広く感じます。なんか快適ですよね。うん、なんか秘密基地、快適な秘密基地って感じね。まあこんな感じで今日と明日楽しんでいきたいと思います。ではね、ちょっくらシャワー行ってきます。さあシャワーですっきり。ご飯炊くのにごとく忘れてさ、外さんの焚き火なんちゃらを必死のパッチで組み立てました。絶対忘れ物するよね。はい、まあ代用できてよかったよ。ご飯炊いて、今日もね簡単メニューですよ。乾杯します。ここねなんかアルコール禁止らしいです。コーラで乾杯です。ちょっとね缶に入ってるだけで雰囲気出るでしょ。いただきます。乾杯です。いいっす。セブンイレブンの金シリーズ、今日は金のクリームカレーをいただきます。じゃんじゃじゃーん。料理しなくてごめんね。さあ
ご飯はいい感じで炊けてます。あとね、カレーができたら、カレーができたらって言ってもね、あ、いい感じ、焦げなし。よし、もうちょっとお待ちください。よし、いただきます。お野菜でも食べときます。待ちきれねえぜ。きゅうり、お野菜。なんかね、今日はなんかすごく安心できる。キャンプ場自体がゲートも閉まるし、今日ね、ちょっと若いお兄ちゃんたちのグルソロキャンパーさんたちがいてるから、 なんか微妙に心強い人がいてるだけで、なんかね、安心感がある。落ち着くな。初めて食えてる。このもんかな。いちご多い。ここにしとこうか。あ、びしょ。おお、めっちゃいい感じ。いただきます。カレー、カレー、美味しいかな。セブンイレブンのなんか金シリーズってなんかすごい美味しい。ハゼすぎて怖いし。
が空いてきたのでおぜんざいでも食べよっかな。ちよいしょ、3つぐらいいっとく。はい、いただきます。美味しそう。さあ、食べたら寝ようかね。